とことん営業に込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていきましょう。これ、ゴーストキンドラーです。裏技を使っていきますね。ずっと霊体化して、さらにずっと炎の道を出す。それで攻略していきたいと思います。デイリー3に行きますけども、いけるかな？それでは、サボテンのデイリーさん行きましょう。ペットの数が3に固定で、輝きを持ってる。で、モブダメージが 50% 増加。だね、50% 増加結構痛いけども、これで軽減してくれるので、トントンぐらいにならない？ならんか？いや、なりそうな気もするんだけど。これで行きましょう。で、弓は、ハープで行こうか。ね。ハープで行きましょう。オッケーオッケー。全然倒せる。アンチャンティング入ってるので、エンチャの敵には強い感じだね。オッケーオッケー。危ねえ危ねえ危ねえ。あー、まあ一応、炎の道で若干のダメージは与えれるね。若干は。ちょっと、えぐいよ、えぐいよ。ちょい。出れない。これひどいな。ちょっと。すっげえ戦いづらい。ちょっとパワーポーションちょうだい、パワーポーション。パワーポーションが欲しい。よし、オッケー。ちょっとすごいね。ちょっとデイリーさんすごいぞ。オッケー。まあ一応キャプテンは探しながら行きましょうか。あー、なるほど。羽ぴょんしないから、結構被弾して、受けるんだな、ダメージは。うん。そうね、受けるわな。まあ、ダメージが軽減してるからといって、やっぱり、これは結構辛い。うん。まあ、このクエストが辛いだけかもしんないけどね。50% 増加なんで、これは結構避けながら行った方がいいクエストだわ。でもいい。とりあえずクリアを目指していきましょう。キャプテンもまあ、一応探そうか。ここは多いやろ。ちょっと待って、ここすごいぞ。ここえぐいな。相変わらずすっごい場所やね。でも大丈夫か。ポーションバリア使っていけばいけるね。ポーションバリアとやっぱりあれだわ、パワーポーション、それでなんとかなる。いやー、あそこのクリーパー嫌だ。あそこのクリーパー戦いたくない。でも行く気はねえか。行くぞ。よし。OK。エンチャクリーパーはきついね。うん、アンチャンティング入れてても結構減るもんね。おいおい。よし。輝きが一応入ってはいるんだけども、あまり信用はできない。で、キャプテン発見。行きましょう。おお、2体いる。行くぞ。すごいなこれ。すっげえな。よし、いけた。ちょっと、よし、まだいるんかい。取っていこう。何、モブ HP 増えちゃった。あー、危ねえ。ちょっと、おお、びっくりした。やべ、あっぶな。あっぶねえ。よし。キャプテン硬くない？やたらキャプテンが硬い。なんでだ？まあまあ火力がないのか。いやいや火力、ああそっか。エンチャの敵以外にはあんまり火力が出ないか。はい。脅威まで取りました。次行こう。なかなか、あ、そうか、モブ HP が増えてんだ。そうかそうか、それで硬かったのか。なるほどね、分かった、納得した。
中間地点過ぎたところですかね。キャプテンはまだいない。まあまあ、ここ6体あんまりいない場所なんで、仕方ないところではあるかな。でも、できるだけたくさん倒していきたい。おっ、ちょっと待って。固まった。あー、なるほど。これきついぞ。きついぞ、これ。おー、よく耐えた。うん、やっぱ、耐久力は、ちゃんと、維持されてるっぽいね。ちょっと待って。ちょいちょいちょい、えぐいな。これ羽ピョンできないってなかなか辛いんだな。よっしゃー、オッケー。羽ピョンなしって結構やっぱり辛いんだね。ちょっと待て、アップデート、オッケー。いった、いて、ちょっと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 、あー、なるほど、光で回復してんのかこいつ。やばい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 、卑怯やぞお前それ卑怯だぞ。よし、もうちょっとこれえぐい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 って、あぶねえあぶねえ、ちょっとすごいなここ。よし、ちょっと待てよ。OK。こうドラ使って一気にいったがいいよね。回復するか。OK。よし、できた。OK。光でも一気にもう全開まで回復するからね。きっつ。よし。まあまあまあ、もう中間地点過ぎたので、あとクリアするだけだ。キャプテン探しながら進みまーす。最後の扉開きました。もうちょい。あとキャプテン1体ぐらい、出るか出ないか、どっちか。まあ、それはそうだ。出てきてくれれば嬉しいけどね。どうだ、あと1体。1体ぐらい欲しいな。脅威じゃなくって神秘の方が欲しいかな。うん、神秘のやつが欲しい。もう確かね、もうすぐクリアなのよ。で、その手前で、横に行けるとこがあって、そこにもしかしたらいるかもねぐらいの感じ。多いな、ちょっと待て待て、これすごいな。うんうんうん、これはやっぱね、あれだわ。ステージが悪い。ステージが、50% でダメージが増えてるところは、向いてない。うん。この、裏技は向いてないわ。こういうところはやっぱり、回避していった方が絶対いいので、この耐えながら行くっていうのは、ちょっとダメだったね。でもまあまあ、クリアできたならいいけど、危ねえ。被弾がね、すごいのよ。むちゃくちゃ食らう。あーん。OK。嘘。そんなにダメージ与えきれん。あ、でも、いけるな。よし。OK。ちょっと待って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 。危ね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 。ちょい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 。ちょっと取らせて、まずは取らせて。あぶねえ、ちょっと待って、トゲだ、トゲトゲ。何ここ、ちょっと待て待て待て。ああもうちょいちょい、やられるとまた裏技をしなきゃいけないんだよね、消えるから。まあちょうど炎の道もね消えてたんでいいけどさ。ちょいちょい、ちょっと嫌なとこだったな。オッケー、まずこいつは倒していこう。おぉ、嫌なやつがここほんと。オッケー、よし、ちょっとすごいな。あとお前一匹だけ。でもジオマンサーのね、この群れやばいね。
で、もういないか。あと1体いてくれれば嬉しいけど、もういないかな。いなさそうですね。まあクリアしましょう。おーおお、減る減る。これ心奪うものじゃなかったらやられてるね。うん、吸血がついてようやく回復するような感じなので、もうこの装備でよかったよ。やば、結構やばい。脅威も増えて、さらに敵の HP も増えてるっていうのがやばすぎる。よし、よかった。パワーポーションがないとダメージが全然与えられない。よっしゃ、いいね。こいこいこい、どんどん倒してリフレッシュを入れていかないとね。あ、そうか、リフレッシュが、いやいや、そんなことないね。炎の道ではまず倒さないから、それは気にしなくていい。とにかくこう罠をいっぱい仕掛けとってやれば、おー危ねえ、大丈夫なはず。 OK、 いや硬い硬い。罠をいっぱい作れ。出てこない。あ、出てきた出てきた。しゃあいやこれほんと若干ずつだな、減ったとしても。うん、若干しか減らないけども、まあまあないよりはマシさ。終わり。はい、それではまあクリアですけども、微妙だったな。うん、このモブダメージが 50% 増加するとこでは向いてません。それじゃないところで使った方が、うん、効果が実感できるかな。めちゃくちゃ痛かった。はい、ということで今日はゴーストキンドラーで裏技ずっと霊体化とずっと炎の道を使ってみました。なんか途中でね、炎の道が消えたりとかしたんだけども、うん、まあそういうこともあるんでしょう。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。